45分一本勝ジェリー・マロー・ボブ・ウォートン・ジュニア対道場劇八津義明・高木勲フォームタイム。これぞブレインクラッシャーと言えるではないだろうか。エンゼ蹴り、そしてタッチだ。OK、さあツープラザの攻撃に行こうというタンバックリフト、ボブ・ウォートン・ジュニア。そして一呼吸を あっと呼ばれてしまった。ヘッドバットだ。自分で走るぞ。足が待っていた。あ、ワンポイント遅れてますよね、攻撃がね。ちょっと連携で遅れましたね。さあ今ラファイルに入っていった外人チーム、ボブ・ウォートン・ジュニアリング内。確かにこの外人チーム非常にいいタッチワークをしています。ジェリー・モロー、そしてボブ・ウォートン・ジュニア。今ブレーンバスターに切り返した。さあバックを取り返したぞ。あっとエルボーで、エルボーで外していく。ラリアットだ。休んではいけない。行け高木。そうだ、自分でロープに来て、バーッと呼ばれていた。場外。ここですね、キャリアの差っていうのはね、ですね、すぐこう判断力って言いますかね、はい、状況判断見る、はい、うまさって言いますかね、出ましたね。さあやられたらやり返さなければいけない。高木さん、All right, power versus power, technique versus technique。やられたらやり返すぞ。戦う浜並方天下にリフトが待っていた。さあロープ際の攻撃、危ない。そしてさあ今 he's getting ready for ブレインバスター。綺麗にヒットしました。ブレインバスター今カバーの体勢で体をかぶせていく。カウントは2。ちょっと動きが散漫になっている高木さん。どうも道場劇の八津義明、そして高木さんのチームタッチワークがあまり良くない。スモーンパッケージホールドに入った。カウント1で返される。お客さんもそれを待っているかのようにコールに応えていきます。ロープリフター、そしてエルバーだ。お返しだと4番ばっかり。そうです、今つないでいきます。時間は15分経った。パワースラム、いいスピードですね。烈白の気合だ。ブルドッキンにヘッド、狙い通り、狙いをしました。ブルドッキンにブラック。 OK、 地獄がダメだ、監獄がダメだ、監獄がダメを離さないぞ、離さないぞ。 I won't let you go。 OK、 ヤツのファイト、お客さんの心を打ちます。そして今ボボートンを振ったが、試合の権利があるのはやつ。バックドロップだ。カバーの体勢、カウントリー、カウントリー。やつよしあきが今ジェリーモローをしていました。ピンフォール勝ちです。今登場劇、やつよしあき、高木さんがジェリーモローをしていました。ところが試合、はい、さあ司会席どうぞ。はい、北尾さん感想を聞かせてください。そうですね、まあ、安選手の最後のやっぱパワーが実に、なんていうんですか、高木選手がね、はい、やっぱりうまくカットに入ったのが良かったかもしれないですね。なるほど、はい、バイキング組に焦点を合わせれば、小塚さん、はいはい、オートンジュニアあるいはジェリーモロー、総合的にどうでした。そうですね、総合的には良かったんですがね、はい、ただ八津選手が今チャンスを伺っちゃったんですよね、それにジェリーモローが、ね、はい、仕掛かったということですね。なるほど、はい、ボブ・オートンジュニアもう勝てるっていう自分の頭の中にあったんじゃないですか、翔さんが。それがちょっと恨めっていうことですね。そうですか、はい、セミファイナルタッグマッチ45分一本勝負、八津がジェリーモローをピンフォール体固めで下しました。さあこの後いよいよメインイベント、スペシャルバウト60分一本勝負、天竜源一郎そしてジョージ高野、シングルで激突であります。